はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みともです。スーパー戦隊仮面ライダー、ゲームキャラクターで、再現をする第1回目の撮影です。わーということで、このワールドを使って作っていきます。で、今日やるのはアイテム集めと、倉庫作りをやりますと。これ新年一発目の撮影でございますと。2021年、あんまり動画投稿できませんでした。それに関しては申し訳ございません。多分、その事情をどっかで話したとは思いますが、ここでお話しさせていただきます。で、その編集のチャンネルっていう、のが、ベテルの風のチャンネルでございます。一応リンク概要欄に貼っておくので見てほしいんですが、そこのチャンネルの編集も自分でやっていたため、結局ですね、あとあと編集者が一人増えて、計今、二人でやっているんですが、足りないんですよ、二人じゃ。なので、ここで言う、要は、俺一人で引き張ってるっていう感じなので、本当はそれがいかんざきなんですよね。そういうことがありました。去年は撮影とか一部抜かしてたりしたので、ちょっと今年は、1日から決めてました。毎日投稿します。何があっても毎日投稿します。なので、いろいろ歌ってみたりとか、投稿するので、ぜひ見てほしいなーっていうことを、見つけたらここで終了とします。あ、ちなみに、モッド編なので、それは、言うの忘れてました。ちなみに、これモッド入ってるんで、モッド内容に関しては、覚えてたら記載しますが、忘れてたらごめんなっちゃいな。どこですかね。ちなみにこれ、動画の撮影したら多分、送れれば自分の Mac の方に送ります。どうすか。だいたい結構設置して、目標として立ててるのは、スーパー戦隊のいとこの再現以外もう一つあります。今村、廃墟した村なんですね、ここ。それを復興するという、ルール的にクリエイティブは使えないんですが、動画で言う、数本に一本は、クリエイティブでやります。そこはご了承ください、ルール的に。村人のツアー、現状今、他の村から連れてくるしかないので、それだけ OK。そのための準備とかしてもいいけど、それ以外なしだよっていうふうに、やっていきます。誰も村いないしょ、これさ。あと、整備してあれするよっていう感じで、まず土地を見つけましょうかね。どうでしょう。あ、そっか。最悪。今、ここ、図書、過去は、あれ、できる場所なんで、この裏を整備して、倉庫を作りたいと思います。ということで、倉庫の場所決まったので、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。また次回の動画でありましょう。さようなら。